はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。あみやつということで、今日は秋に旬のレンコン、さつまいもを使ってただ焼くだけで簡単美味しく仕上がる甘酢おさつレンコンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はさつまいも 150g、 レンコン 150g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。レンコン 150g の皮を剥いて1センチ幅に半月切りします。さつまいも 150g は1センチ幅に半月切りします。切り終えたら5分ほど水にさらしてアク抜きします。醤油大さじ1、みりん大さじ1、酢小さじ2、砂糖小さじ2を合わせておきます。はい、手前の水にさらしてアク抜きを終えたので、ザルにあけて水気を切り、キッチンペーパーで水気を拭き取ります。こんな感じでザルとかボウルにキッチンペーパーを敷いて振って水取りすると、一つ一つ水拭き取ることなく手軽に作れます。水気を拭き取ったら、ポリ袋に片栗粉大さじ2、水気を拭き取った野菜を入れて袋の口を閉じて振り、片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶしたら、フライパンに油を引いて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、片栗粉をまぶしたレンコンを並べ入れます。では並べ入れたら、そこに焼き目がつくまで焼きます。では焼き目がついたら、レンコンを返します。では返し終えたら、蓋をして中火で1分半蒸し焼きします。はい、では1分半蒸し焼きしたら、一度お皿に取り出します。では空いたフライパンに油を引いて、さつまいもを並べ入れ加熱します。で、今回フライパンに入りきらなかったので、さつまいもレンコン分けて加熱していますが、もしフライパンに入りきる場合は、レンコンさつまいも同時に並べて加熱してください。では加熱して、そこに焼き目がついたら返します。では返し終えたら、蓋をして中火で1分半蒸し焼きします。はい、では1分半蒸し焼きしたら、取り出しておいたレンコンを戻し、合わせておいた調味料を、砂糖を沈んでいるのでよーく混ぜて、フライパンに流し入れます。では調味料を流し入れたら、中火から強めの中火にかけて、水分を飛ばし、全体に調味料を煮絡めます。はい、では全体に調味料絡んだら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。ではお皿に盛り付けたら、全体に黒いりごま、白いりごまをお好みで散らします。 OK。はい、ではこんな感じで、秋に旬のさつまいもとレンコンを使って焼くだけでシンプル簡単美味しい甘酢おさつレンコンの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は秋に旬のレンコン、さつまいもを使って焼くだけで簡単美味しく仕上がる甘酢おさつレンコンを作ってみました。それでは本日はほろ酔いレモンみかんで乾杯。乾杯。
ほろい。じゃあ早速いただきましょう。今回は秋に旬で大好きなレンコンとさつまいもを合わせて焼くだけで簡単美味しく作れる甘酢おさすレンコンを作ってみました。でもしっかり調味料絡んでるのでこのままいただきます。ではまず大好きなレンコンからいただきます。甘酢シャッキリーノ、めっちゃ美味しい。さつまいもいただきます。シャキシャキのレンコンとホクッとしたさつまいもに最後絡めた甘酢が全体によく絡んでとても美味しく食べられます。で、野菜は切り終わったらアク抜きして表面に片栗粉をまぶして焼くことで最後に流し入れた調味料がよく絡んでとても美味しく仕上がります。で、レンコンやさつまいもって結構火が通りにくいイメージがあるんですけど、そんなに熱くない程度、1センチ幅に切ることによって火が通りやすく、蒸し焼きすることによって火が通りつつも、このレンコンのシャキッとした食感はしっかりと残り、美味しく食べられます。レンコンにも程よく火が通ってシャキッとした食感ですし、さつまいもにも程よく火が通り、硬くなく、ホクッと美味しく食べられるレシピになってます。味付けの調味料には醤油、みりん、砂糖プラス酢を合わせることによってお酢の爽やかな甘酢の風味がとても美味しく食べられます。ほんとレンコンにも合いますし、このさつまいもの甘さにも甘酢の風味がよく合い、お肉っ気なく野菜だけなんですけど箸が止まらなくなるとても美味しいレシピです。で、調理工程もフライパン一つ焼くだけで簡単に作れて、旬でお値打ちの野菜を使ってお手軽に作ることができます。なんかほんと野菜だけなんですけど甘酢の風味が野菜によくあって無限にいけそうな美味しさです。うん、はい、ということで今日は秋に旬のレンコン、さつまいもを使って焼くだけ簡単甘酢おさすレンコンを作ってみた動画でした。蒸し焼きすることで程よく火が通り、全体によく絡んだ調味料がとても美味しく食べられるレシピです。ほんと調理工程も簡単ですし、旬の買いやすい野菜でお手軽簡単美味しく作れるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。おさつレンコン、秋野菜愛好会。